佐々木敏郎「秘密の錯覚幻想」1929年の春から冬にかけて私の家には極めて奇怪な事件が続いて突発した第一には父の死であったそれについては 自殺説と他殺説との全然異なった2つの説が流布されたこの異なった2つの見解は決して死体検察上からの移設ではなかった死体を発見した場所から押しての異なった見解がこの移設を流布することになったのであった父の溺死体はある海岸で発見されたしかし その海岸についての詳しいことや地名についての一切を私は避けておきたいそれによって読者は当時の新聞記事を思い出すに相違いないと思うからであるそして再びここに父母の不名誉をさらしあの事件の一切をこの匿名記事の中に思い出されることに私は忍びないのだ私のこの匿名記事の目的は 父母の不名誉をさらすことではなくまたあの事件の裏に隠された真実を世間に知らせようというものでもない私の目的はただある一つの事件がいかにして発生しいかに終わったかということを伝えてその事件の渦の中に動いた人間の真実の姿を読者とともに見極めようというだけのことであるしたがって事件の場所は 北海道でも九州でも一向に差し支えなくまたその中に出てくる人間もまたその場所がどこでもいいのと同じように誰でもいいわけである読者の友人の上に起こった事件として考えてもらってもいいし読者自身の上にこんな事件の起こった場合を想像してもらってもいい私はただあの当時の ついに真実な姿を見極めることのできなかったあの新聞記事から読者と共に遠ざかることができればそれでいいのであるとにかく父の溺死体はある海岸の砂浜に漂着していたのであった凶器による傷跡というようなものはどこにもなかった顔面に岩角ですりむいたらしい擦り傷があるだけだった 服装も旅に出る時に着ていた洋服で帽子とステッキとがなくなっているだけだったただそれだけではそこの砂浜から五六丁ほど離れている岩の上から投身自殺をしてそこへ漂着したものとより考えられなかったそして誰もその溺死体について単独自殺の説を否定するものがなかったに相違ない ところが、不幸な偶然が、なもう一つの溺死体をそこから2軒と離れていない場所に横たえてあったそれは夫人の溺死体であったそれも父の溺死体と同じように凶器による傷となどは一つも持っていなかった父の顔面にあったような擦り傷さえもなかった父の等身真珠説は それだけを理由とした極めて単純なものであった同じ場所に漂着したこの2つの溺死体はお互いにその真珠説を迷惑に思っていたかもしれないあるいはそれが本当の真珠だったかもしれないしかしもはやそれは死人同士にとってはどうでもいいことであったそれを迷惑な問題としたのはその遺族であった 最もそれを迷惑にしたのは私の母であった母は極力それを否定したそんなバカなことはございませんもしそんなことがありますればなんと申しましても私が一番よく存じているはずでございます私どもの主人に限ってそんなよその女の方と心中をするような関係などは決してありませんでしたそれだけは 私が保証いたします。それが母の言葉であったしかしそれだけで母には父の単独自殺を主張する材料とでは何もなかったでは心中ではないとして単独自殺をなさるような事情か何かあったんですか家庭上の何かこう面白くないこととかまたは関係していられた事業の方の誤算とか。 その失礼な質問に対して母は何も答えることができなかった甚だ失礼な申し分かもしれませんけれど単独で自殺をするほど重大なことがあったとすればその過程内で何も感じないでいるはずはないと思うんですその点から見ても私たちは心中と見るのが本当じゃないかと思うんですこうある新聞記者は主張するのだったいいえそれは間違っています 間違っていますホテルにだってご承知の通り一人で泊まっているのですからそんなことが何も別に証拠にならないと思うんですがね別々のホテルに泊まっていて海岸で落ち合った方がどんなに安全か知れないんですからでは過失だったのでしょうよ別に心中をするような人でもありませんでしたしそれかといって 他には自殺をしなければならないような事情もなかったんですからね。きっとそうですわ。過失ですわ。誤って岩の上から海に落ちたのですわ。しかし、二人が二人とも誤って一緒に落ちるなんて少し念が入りすぎてやしませんかそして翌日の東京の新聞には、父の死が、 心中という観察でいろいろの憶測が報道された父は幾分その名が社会的に知られていたので過失からの死として観察されないことは私たち一家にとっては少なからず迷惑のことだったただ一つ移説を立ててそれを報道している新聞があったそれは誰も思いつかなかった潮流によってこの奇怪な偶然を解決していた しかしそれによると父の死を極めて不徹底にしていたただ第一の岩から墜落した父の死体と第二の岩から墜落した婦人の死体とが同じ潮流の上に落ちたために同一場所へ漂着したという観察であったそして同時に父は第一の岩から誤って落ちたのかもしれないしあるいは 誰か他人の手によって殺されたのかもしれないという観察が付け加えられてしまった父の溺死体の傍らに横たわっていた婦人の溺死体についても同じような観察がされてあった同一系統の潮流の上に落ちたということが偶然この溺死体を心中の死体と見せられているというものであった私はこの観察を最も真実に近いものとして受け取った それには母も大体いい不服はないようであったが他殺という観察については意義があるらしかった父にだけは他人の手に殺されるような過去がなかったというのだどこまでも母は父が海岸の岩の上へ散歩にでも行って過失から海へ落ちたものに相違ないと主張するのだったそしてその婦人の死体は 父の落ちた岩とは全然別の岩から投身して同時刻に同一系統の潮流に浮いたものとして解決したがるのであったそしてとにかく父の死因は奇怪な謎の死として社会の記憶から次第に薄れていったしかし私と私の母とは いつまでもいつまでも父の死因についてコ定していたことはもちろんであった果たして自殺であったかそれとも他殺であったかもはやそんなことではなかった自殺であったとすれば自殺をしなければならないどんな事情があったのか他殺であったとすれば他人から殺されるようなどんな関係が隠されていたのか私は それについて幾日となく思い悩んだ社会の記憶からは次第に薄れていっているのに私と母の上にはかえって濃厚になってくるのだったそして母は自分があれほど否定していた真珠説を今になって信じようとするのだったそれはただそれだけでもはや何の面倒をもなく 一切を解決してしまうことができるからであったそう言うとあの時お父さんのそばに死んでいた女の顔はどうもこの絵の顔に似ていたよそれはよく似ていたよそんなことを母は言うようになったそれは父の生前から父の書斎の壁にかけてある婦人像であった 私は父と母とが時折その油絵の下で口論をしているのを見たことがあったそんなことから私は父とよその夫人との関係の秘密をひそかに握っているのではなかろうかと思わずにいられなかったそれからしばらくして母は突然奇怪な病気に襲われだしたただ衰弱していくだけで それが何という病気なのかは容易に分からなかったそして母は時折何かの幻影を見ては叫び声を上げた絶えずそして母は恐怖観念に襲われているらしかった前からの例で母は病気と同時に父の書斎に床を置いてあったが父の死因について母はさまざまな連想をしているらしかった そして母の恐怖観念はその連想の中から生まれてくるらしかった自殺ですとも自分たちが勝手に死んだのじゃありませんかそんなことまで次第に母は言うようになった父の自殺説をあんなにまで否定していた母がなぜそんなことを言うようになったのか私には見当がつかなかったそれにしても 母が父の死について錯覚幻想を描いていることだけは確かだった。私の知ったことではありません。誰だってみんなそう言ってるじゃありませんか。心中だと言っているじゃありませんか。何を言っているんです。他人が何と言ったところで、本当のことはただ一つなんですからね。私もそんな風に言わずにいられなかった。まあ 何ですってあなたまでそんなことをおっしゃるんですかあなたは私にそんなことの言える義理なんですかお母さん何を言っているんですまた夢ですかあ、お前なのかい私はまたお前を。恐怖観念から覚めながら母はそう言って私の顔を見つめるのだった。 疑惑を含んだ薄気味の悪い目であった母は確かに私の顔を父の顔に錯覚したにそう言いなかったお母さんまたお父さんの夢を見ていたのですか何かこうお父さんと話をしている夢を見ていたんだよそして夢から覚めたところへ ちょうどお前が言葉をかけたもんだからお前の顔はだんだんお父さんの顔に似てくるんだね本当にお父さんの顔にそっくりになってくるよ僕の顔がそんなにお父さんの顔に似てくるんですかね本当にそっくりになってくるよ お父さんじゃないかと思って、本当にびっくりさせられたよしかし母の錯覚幻想は激しい恐怖観念を伴って次第に甚だしくなっていった私の顔を父の顔と錯覚して恐怖におののく叫び声を上げることはしばしばであった分けても母は父の生前からその部屋にかけられてあった 油絵の婦人像を恐れた。それはある一つの連想から生まれる錯覚幻想の薄暗いもやの世界に幻影のようにその油絵の婦人像を描き浮かべるのらしかった私がそれに気のついたのはしばらく後になってからのことであったがそれは大分前から続いていたらしかった怖い許してください 許してください突然その叫び声を聞いて私は飛び上がった許許してください許しててくくだだささいいその油絵の婦人像に向けて眠りから覚ました顔をそれからそらそうとしながら母は叫び続けたお母さんどうしたのですお母さんお母さん私は 母を抱きかかえるようにしながら言った。怖い怖い怖いあえぐようにして母はただそういうのだった。母はかすかに震えていた。そして額からべっとりと油汗をかいていた。お母さん何も怖いことなどありません僕がついていますから、安心なさい 怖い。怖い。深いため息をしてあえぐようにしながら、母はそして再び眠りにつこうとするのだった。お母さん、あの油絵が怖いのですかどこかへやってしまいましょうか。油絵が怖いそんなバカなことはないじゃないの。 お母さんはあの女の方とは会ったことだってないんですからね何もあの油絵の人を怖がってなんかいませんよしかしそれは母の虚構だったその後も母はしばしばのことその油絵に顔を向けては叫ぶのであったそのくせに母はその油絵の撤去をどうしても許さなかった 確かに母の病気は気絶症の病であった。医者は全然異なった環境に移すことを勧めた。母はしかしどうしてもそれを聞かなかった。そして母もまた、父と同じように、奇怪な病気の中で私に一つの謎を残して死んでいった。 しかし私に残る謎はもはやその2つの死ではなかった父の死因でもなければ母の病気のそれでもなかった父の生前からその書斎にかけられてあった油絵の中の婦人像であったその婦人が誰であるかという疑問であったその中に 私の家に続いて突発した機械な事件の一切の秘密が隠されているに相違ないと私は思ったその絵には 1928T 中山という署名がしてあったそれは新進の洋画家として最近ようやく世間に知られだしてきた中山定三郎氏に相違なかった最新の新進洋画家は みな一斉にリアルから遠ざかっていく中で彼だけはあくまでもそのリアリスチックな病法を捨てずにそこに彼の生命を伸ばしていった私はその油絵の婦人像を持って中山定三郎氏のアトリエに出かけていった中山氏はちょうどおりよくそのアトリエで制作中だったそして快く私に会ってくれた 突然にこんなことをお聞きするのは失礼かもしれませんがこの絵のモデルはどういう方なのでしょうか私はそう言って持っていったその油絵を取り出してみせたあなたはその絵をどこからお持ちになりました中山氏は答えの代わりにそういう質問を発してじっと私の顔を見つめた私の家にあったのです あなたの家に一体いつ頃からあったのですかいつ頃からですかはっきりはわかりませんがおそらくこの絵の最初からじゃないかと思うんです父がどこかの展覧会から買ってきたと言って持って帰った時油がまだ乾ききっていなかったような記憶があるんですが展覧会からそれは少し変だな 中山氏ははそうう言って少しし考えるるようにした。あるいは私のの記憶が違っているのかもしれません。私はすぐそう言いだした私は何よりも早くその中に隠されている一切の疑惑を解いてしまいたいのだったそれではあなたのお父さんとおっしゃるのは半年前に海岸で海へ落ちて亡くなられた方とは違いますか あれが私の父なんです。やはりそうでしょうそれであなたはお父さんが誤って海に落ちたと思っていらっしゃるのですかそれとも他人から殺されたのだと思っているのですか新聞ではみんな真十説を主張したようでしたね私はやはり誤って海に落ちたように信じたいのですが それはあなたとしてはないことですねしかしそれを本当に信じきっているわけではないでしょう。無論信じきっているというわけではないのですがしかしもしそれを信ずるのでしたらあの傍らに横たわっていた婦人の溺死体について何か特別な観察をしているのですか 別別に特なな観察をしていいいるというわけではないのではのす。ただ父がある岩の上から誤って海に落ちた時あの女の方も別の岩から海に落ちてそれが波の関係で同じ場所へ漂着したのではないか私はそんなふうに考えているのです私はこうある新聞の説を受け売りしたそれでは 別々の岩から同時刻に落ちてもまた同じ岩から別々の時間に落ちても差し支えのない観察になりますねそれは結局どちらでもいいのですしかしあなたはどうしてお父さんとあの婦人とが偶然にもそう二人とも誤って海に落ちたとお考えになるのですかもっとも偶然ということはどんなことでも生みますがね 決して私はそう考えているわけではありませんあの女の方は父がある岩から誤って海に落ちた時刻に別の岩の上で誰かから殺されていたかもしれませんし自分で逃身したかもしれませんしではこういうことは考えられないですかある岩の上から例えば夜の11時にあなたのお父さんを突き落とした人間が その夜の十二時に別の岩からあの婦人を突き落としたというようなことは考えられませんかね。私は緊張した。急には返事ができなかった。実は私もそんなことをぼんやり考えていたのだった。そんなことを言うのは失礼だったかもしれません。少し深入りしましたね。 しかしあなたはなぜこの絵のモデルを知りたいのですかあなたはつまりこのモデルを確かめればお父さんの死因がわかるような気がするのでしょうまあそうなんですあの父の死骸と一緒に漂着していた女の顔がこの絵の夫人と似ているような気がするもんですからもっとも死に顔ですからわかりませんが いいです話しましょう中山氏はそう言って開いたドアを固く閉めたあなたももう子供ではないんだから言っていいことと秘密にしなければならないこととの区別はつきますねそれはもう実はこの肖像画はあなたのお父さんに頼まれて描いたものなんです 決して展覧会になど出したものじゃないのですあなたのお父さんがこの夫人を私のところへ連れてきてできるだけリアルに書いてくれと頼んでいったのですそして油の乾ききらないうちに持って帰ったのですがあなたにはお父さんのその心境がまだわからないでしょうしかしもう二十年すると お父さんのその心境が半然とわかります。自分にちゃんと奥さんがあるのに、どうしてよその女の肖像画などをかけておきたいのか。本当は、お父さんはこの女の方の写真をかけておきたかったのでしょう。しかしそれは、あなたのお母さんが許さないことです。それでお父さんは、私にこの肖像を描か,かして、 ご自分の書斎におかけになったのです油絵の肖像画なら私の政策そのものを鑑賞しているのだと思って誰も咎めませんからな私はただじっと中山氏の顔を見ていたそれでと私はこの夫人には他にも恋人があったような気がするんですよ あなたのお父さんの他にですな。それがどうも嫉妬から二人を殺したのじゃないかという気がするんですな。ある岩の上に待っていて、あなたのお父さんがこの女の人に会おうと思って来たのを突き落としておいて、それからまた後から来たこの女の人も、 またそこから突き落としたのじゃないかというふうに一体その心当たりの人ってどんな人なんですか待っていたまえすぐわかるから僕が試みにこの肖像画をその男の書斎へ持っていってかけてやりましょうやつはするともし本当に二人を殺しているのだったら と恐怖観念から病気になってしまいまいすよ恐怖症の病になるに決まっている私はガーンと頭を殴られたような気がしたそして何かこう意識を失いかけているような自分に気がついたその時はもう母のことをぼんやり考えていた この油絵の婦人像を恐れるようにして許しを請うていた母を私は目の前に描いているのだった僕の絵はそうでなくてさえリアルなのにこれはまた徹底リアリズムを行っているのだからこれを持って行ってかけてやればやつは自分の罪に対する恐怖観念で と狂いじにしますよ私はしかしもう何も口を聞くことができなかった。